GNOME は KDE と並んで広く使われている。ツールキットには GTK を採用している。GNU プロジェクトの一部であり、ライセンスについては GNOME ライブラリーは LGPL アプリケーションは GPL である。綴りが同じである NOME は NOME と発音するが GNOME は GNU のそれと同様、GNOME と発音する。 GNOME パネル GNOME クラシック GNOME3.0 のアップデートでは GNOME のデフォルトのユーザーインタフェースであった GNOME パネルが GNOME シェルに置き換えられ今までのデスクトップ環境が一新されたデスクトップの上に新しいタスクバーがあり左端にアクティビティ中央に時計とカレンダー 右端に通知メニューとチャットメニューが表示される。アクティビティをクリックすると、アクティビティオーバービューが起動される。ポインターを画面の左上の端に動かすだけでも起動されるようになっている。アクティビティオーバービューでは、開かれているすべてのウィンドウが表示され、画面の左側にお気に入りのアプリケーション、そして上側には検索バーがあり、インストールされたアプリケーションを検索したり、 Google や Wikipedia でのウェブ検索もできるようになっている。GNOME 3.0より、前のリリースでは、GNOME パネルが標準として使われていた。GNOME 3.0以降でも、GNOME パネルは、使えるが、GTK2、ボノボアップレットが使えず、GTK3、D、バスパネルを使う必要がある。Mac 風のインターフェースを持つ GNOME パネルは、 タスク管理をするためにデフォルトでデスクトップの上下にバーを表示するようになっている。上のバーには左端にメニュー、ランチャ、右端に時計が表示される。下のバーにはアプリケーションごとのウィンドウが表示されるようになっている。バーにはランチャの他にパネルアップレットと呼ばれる常駐型のアプリケーションを追加することができ。これはシステムの状態や天気予報など 様々な対象をモニタする目的によく利用される。その他に利用可能な機能としては複数のデスクトップ環境を同時に利用可能な仮想デスクトップ機能などを備えている。GNOME プロジェクトは他の多くのソフトウェアプロジェクトよりも緩い関係を持った組織である。GNOME アーキテクチャ、GNOME アプリケーションはそれぞれ独自のバージョンとリリーススケジュールを持つ。 ただし、これらは、半年ごとの GNOME 全体の安定版リリースに合わせて、強調して開発が進められる。2000年に設立された GNOME ファンデーションは、管理作業やリリースを調整したり、GNOME に含めるプロジェクトの決定を行う。また、FREEDESKTOP.org では、デスクトップ環境間での知識や技術を、 共有するために標準的な技術を公開しているが、これらが GNOME に取り込まれることもある。プロジェクトに関わる開発者が集うグアディックという年次総会がある。GNOME プロジェクトではユーザビリティの原則を定めたガイドライン GNOME ヒューマンインターフェースガイドラインズに従って開発が進められている。ここでは 細かすぎるインターフェースはコストが高くなりがちであるとして注意深く取捨選択することが推奨されている。この点についてリーナ・ストーバルズはユーザーをバカだとみなす GNOME の姿勢は根本的に誤りであるとして批判している。GNOME2 までは無数の Linux ディストリビューションで標準となり安定したデスクトップという評価が高かったが GNOME3 からは 批判的な意見が多い。Linux カーネル開発者のリーナ・ストーバルズもデスクトップ環境をザフスに移して批判していた。そのため、シナモンやメイトといった GNOME からフォークした新しいデスクトップ環境が開発されている。GNOME に及び GNOME3 も参照開発当初、GNOME はライバルの KDE と同じく、 Windows 風のインターフェースを備えていたが、2.8から先、コアアプリケーションであるファイルをはじめとして、徐々に MAX 風のインターフェースを備えるようになった。この変更は賛否を各地で読んだが、開発は止まることなく続けられている。なお、GNOME のバージョンは、偶数バージョンのリリース版の他に、開発者向けと見られる奇数バージョンがある。半年ごとに、新バージョンがリリースされる。 以下はこれまでに公開された主な安定版であるユーザーガイドやリリースノートにはそれぞれの特徴が詳細にまとめられてある重要なリリースのスクリーンショットありがとうございます